外はカリカリ、中はコリコリ、カリコ。はい、皆さんこんばんは、羊ですということで、いやこの曲いいよね。さあカリコ、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、山へ続く道、町の人に山道に関することを聞いていくということで、はい、前回の続きからね、まだ前回の見てない方はぜひね、概要欄にね、再生リスト貼っておくのでぜひ見てみてください。いやこの曲めちゃくちゃ好きなんだけどね、めちゃくちゃいいよね。さあ皆さん、この世界観好きだなって思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、これはね、魔女の、はい、魔法少女が、猫のカフェを経営するっていうゲームです。はい、なんでね、皆さん魔法少女好きな方、はい、猫好きな方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速やっていこうか。この子の名前はラムコと言います。はい自己紹介ね、ラムコ、魔法少女ラムコです。はい、ではやっていく。オッケー、じゃあやっていこうか。いや、かわいい。マジで、超癒されゲームです。はい。ということで、やっていこうか。さあ、出ていこう。いや、かわいいね。頭に乗っけれるっていうね。はい。来た。じゃあ、おー、どっか行っちゃった。あらららら。あれ、ついていけばいいのかな。さあ、街の人に山道のことを聞くと。はいはいはい。こっちでいいかな、ついていけばいいのかな。この走り方よ走り方よ。あれ、あ、夜になった。わあ、うわ、 BGM 変わるんだね。 BGM 変わるんだ、夜になったら。うわ、いいね。マジなんなん、火曜日。はい、火曜日です。うわあ、超癒される、マジで。ちょっと走り方あれだけどね、ついていけばいいんだよね多分。違うんかな、この子ただ家に帰るだけかな。そう、前回ね、いろいろなことを教えてくれた、この子ね。え？話す？ギバ。あら、元気にしてた？そう、ギバって名前。何か困ってない？そろそろ山道の岩をどうにかして、山に行けるようにしないとね。今のままでは友達にも会いに行けないわ。え？あ、やっぱ違うんか。これ、この子についていくわけじゃないと。そういうわけじゃないんかな。あれ？てか、奥何あれ？海か。海なんか、あれは。なんかちょっと黒くて、あれだけど、怖いけど。海かな？あの子何？どこ行くの？ただ自分の家帰ってるだけあれ。え？そういうこと？あ、待って、黒猫いる！ちょっと待って。やばい。待って、この子さ、連れてきるんじゃねえか？持ち上げる。あ！ちょっと待って、かわいい。かわいい！うわ！やっぱね、魔女といえば黒猫を共にしてるからね。え、ちょっとこれさ、動物コマンド、どうやってんだっけ？あ、来た。ついてきて？できる？来る？待って、ちょっと。あ、ごめんね。あれ？この子は？この子なんだ？この子も、ついてきて。あ、壁に、あ、待って。この子を、じゃあカフェにもう戻そうか。はい、カフェに行って。って言って、この子は、ついてきて。で、持ち上げる、頭に乗っける。うわ、かわいい！うわ、ちょっとかわいい。やば。あれ、この子、行かないね。あ、いいんだよ、カフェ戻っても。ついてくる？ついてくんならいいよ、全然。それはそれで。ねえ、おいで。いや、来ないんかい。じゃあもう、ついてきてにしようか。オッケー。さあ、行こうか、じゃあ。で、なんかさ、いるよね。なにこの、この人たち何？話す？リリー！おぉ、こんにちは。あなたも綺麗なお花が好きでしょ？花好きの人は大歓迎よ。だって、ここでは綺麗なお花がたくさん育っているもの。
なかなかお肌の良さをうまく伝えられないんだけど、なんとか、なんとなく分かってくれるよね。私はリリーっていうの。父さんのお花屋さんを手伝っているのよ。へぇ、お花屋さんだっていいね。これからもお父さん、すごいおしゃれなヒゲ。なんかラメ入ってる。かわいいお父さん。ポピー、こりゃ驚いたな。ずいぶん久しぶりじゃないか。あんなに小さかったのに。今じゃあ、ひまわりのように大きくなって。いや、お父さん知ってたんだ。ラムコのこと知ってたらしい。ひまわりのように大きくなって。なんか、言い回しがおしゃれ。あー、てん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 。会うのは初めてだったかな？あー、よかった。会ったのに忘れていたのかと思ったよ。俺はポピー、娘のリリーと一緒に花屋を開いてるんだ。花はいいぞ。明るい気持ちになるからな。ほう。なるほどね。それで？これ、こうやって話しかけていけばいいのかな、とりあえず。もう夜なんだけどね。夜、今何時あれ？ 8 時回ったぐらいか？ 8 時半ぐらいってことなのかな。うわ、上行ける。すごい。おおお、すごいすごいすごい。おお、いっぱい、あ、いるね、なんかいるね。お、かわいい子いるじゃないの。サニー。ハロー、私はサニーよ。ブロッサムも私も。猫カフェのオープンすごく楽しみにしてるの。カフェは私たちが出会った場所なのよ。私がカフェやってもよかったけど、特別な場所だからお客さんとして行く方がいいの。それに、遊歩道のゲームセンターをやる方が楽しいかも。全部のゲームでハイスコアを出したら、オーナーになりたい、なりたりしないかな。サーニーなんか、アメリカンチックな喋り方だね。なるほど。ここが何？何？ゲームセンターって何？ここ何？入れんの？入れない、入れないわ。夜だからやってないのかな？さあ、あ、家いっぱいあるね。うわ、すごい、いいね。なんか、都会っていうよりはね、田舎って感じの、いいよね。田舎大好きだよ、ほんと。落ち着くよね。ここ何？ここなんだろう。あれ？これ誰？ブロッサム。こんにちは。あなたがカフェの新しい店員さんね。ギバが私にカフェを任せてくれるって言ったんだけど、お花と違って猫のお世話は大変なのよね。両方ともたっぷり愛情が必要だけど、猫は水が嫌いみたい。私はブロッサムっていうの。はじめまして。のんびり、日光浴をしたくなったら丘の上にあるサニーと私の庭に来てね。ほー、なるほどね。山へ続く道、町の人に山道のことを聞く。まだ何も、山道についてのことは何も誰も話してくれないね。あー、でもいっぱいいるわ。すごいね。うわー、おしゃれな家。なんか奥にもあるな。あれな、気になるな、おい。さあ、この子は誰だ？おお、エステル。あら、新しいお客様ね。それとも新しいご近所さんと言うべきかしら？猫カフェはついたのでしょ？仕事熱心なのは素晴らしいわ。私たちはすごく気が合いそうね。ゆっくり店を見ていくといいわ。家具がなければカフェにお客様も呼べないもの。あー、家具屋さんだ、ここ。ここで家具を買えると。なるほどね。今夜だからな。ねえ、もう閉店してんじゃない？お、マリベル。ねえ、あなたは猫カフェの新しいオーナーじゃない？ずっと会いたかったのよ。今日は最高の日ね。私はマリベル。この街で服屋さんを開いてるの。私の店に遊びに来てよ。あなたに似合う服がたくさんあるわ。もちろん今のスタイルも素敵だけど、服は何枚あっても困らないでしょ。服なんてね、何枚あっても困りませんからね、ほんと。あー、今のままでもいいって、よかったね、ラムコ。もうなんか肌着みたいな感じだけど。さあさあさあ。こうやって話しかけていけばいいのかな？この辺はあれだね、服とか家具が買えると。いいとこだ。商店街的な？奥だ、奥を気になった。奥が気になる。この建物はなんだ？なんかいるね。いるね、いるね。さあ、誰ですか？お、なんか洒落た頭。美容室かな？アッシュ。新顔っていうのあれ？新顔はいつでも歓迎だよ。アッシュって言うんだよ。よろしくね。雑貨屋を働いているから、エステルの助手ってとこかな？彼女は意味がわからないことも言うけど、魔法学校の時よりもたくさんの魔法を学べるし、悪くない仕事だよ。なんかチャラそうだね。チャラそうなイケメンだね。はいはいはい。なんかいる？あ、うさぎいる！え？あ、すごいすごい。え？
うさぎいるじゃん。待って待って待って。あ、すごい。ちょっとめり込んでんな。めり込んじゃってんな。ついてきて。オッケー、これでついてきてくれんのかな。来る？いや、こ、ん？来てるか？来ない。来ないんかい、あんた。来ないんかい、ん？持ち上げる。これ、強制的に連れていく。いや、ちょっと、持ち方雑じゃない？ちょっと。いや。待って。ちょっと、どういう状況？ねえ。腕何してんのそれね。腕何してんの？あの、前習えの時、一番先頭の人がやるやつやってんじゃん。どういうことこれ？どういう状況ですか？ちょ、うさぎ苦しそうじゃね？大丈夫？大丈夫なんかこれは。これさ、ついてきて。いける？来るんか？うわ、来てる！かわいすぎ。待ってこれ。大名行列できんじゃん。ねえ。おお、え？なんかいる。誰かいる。あ、猫だ。オリバー。にゃ。何を売ってるの？卵のテーブルだって。え、すごい。何これ？どういうこと？キティライス。猫に向けて転がすおもちゃボタンを押して手に持つ。使う。すごい。なんなん？この子。すごいね。毎日ここにいんのかな？なんかアイテム売ってたね。まだ500円しかないから。あ、黒猫いた。待って、とりあえず山へ続く道のことね、聞かないといけないから。さあ、探していこう、住民を。まだいるよね、きっと。山道のこと何も言ってくんないんだけど。さあ。あ、いる。いた。あ、ここあれじゃん。結構さ、あれじゃん、こっちが私たちのカフェってことかな。私とか言っちゃってるもん。一人称私になっちゃってるもん。ね、魔女を操作してるから。あ、かわいい。妖精みたい。マイヤ。こんにちは。私はマイヤよ。フクロウの会の副会長をしてるの。フクロウの会？あ、でも今は副会長はお休み中なの。山崩れがあって山道が通れなくなったの。だから山の上にあるフクロウの会の本部にも行けないし、フレアにも会えないわ。彼女はフクロウの会の会長でね、私の心の友でもあるの。とにかく本当に困ってるのよね。あー、なるほど。ここで来たね、山道。ん？どうして？山道が通れないから困っているの？どうして？ギバから聞いたかもしれないけど、山崩れのせいでスノーベル山の入り口は塞がってしまって本当に残念。協力しようか？助けてくれるの？岩を崩して山に行けるようにしてくれるなら、あなたをフクロウの会の名誉会員にしてあげる。町のみんなにも頼んだけどダメだったのよ。でもまだオータムには聞いていないんだ。カフェの近くの丘の上にボトルがあるでしょ。あそこにオータムがいるんだけど、私は高いところが苦手なの。私はフクロウ系の魔法少女だけど飛べないしね。え？何？今日は特別な日なの。この前も森でフクロウの卵を拾ったんだけど、もうすぐ卵が帰りそうなの。私の部屋にはヒートランプで卵を温めててね。岩にも小さなフクロウのヒナたちが生まれそうなの。すごいね。早く生まれてきてほしいよね。でもちょっとヒートランプの調子が悪いみたい。ランプで卵の中にある、いるフクロウの赤ちゃんを温めてあげてるんだけど、何度かランプが消えちゃって、その度に、直さないといけなかったの。ランプは重要だの？すっごく重要だよ。フクロウのヒナたちを温め続けないとダメだからね。本当は新しいヒートランプを買いに行った方がいいけど、私がいない間に卵が死んでしまうかもしれないでしょ。だから外には出ないで、なるべく卵を温めてあげるようにしているの。それでお願いなんだけど、エステルの店で新しいヒートランプを買ってきてくれる？もちろんフクロウの赤ちゃんのためだなもの。ほう、なんかいろいろ。山へ続く道、オータムを探して山道の岩を崩す方法を聞く。はいはい、なるほどね。ちょっとなんかあれだね、一個多めに、ね、引き受けちゃったみたい。とりあえず、なんだ？オータムを探せ？オータムって人がいるらしいんだけど、山道の岩を崩す方法を聞くと。で、丘の上って言ってたね。どこに？え？これ上じゃないよね？どこだ？
オータムをそれとりあえず探すとか、丘の上ってどこ？はいはい、ここが私たちのカフェ。はい。丘の上。あ、そうだ、マップ見ればいいんだっけ？マップ。はいはいはい、来た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 。ズームイン。ズームイン。オータム。あ、このハテナのとこかな？ああ、なんかボトルあるって言ったもんね。これボトルってこれのことかな？で、どっちだこれは？こっちか。ん？マップ。川沿ってある、あ、川に沿って歩けばいいんか。こっちかな？そう、いいね。いやいやいや。あ、ここの橋渡ればいいんかな。うわぁ、素敵。ちょっと、これ、素敵だわ、このゲーム。夜がなかなか開けない。ああ、道あったんだ、ちゃんと。さあ、おてんばだからね。いろんなとこ通ってるよ。ランプは。ああ、待って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 。え？カラスじゃないこれ。え？なんでなんでなんでいいの？すごい。すごい。なんでカラスがいんのここに。こう、てかすごい黒い。黒い。マジこれついてきて、できる？来るの？カラス。わあ、すげえ。あ、待って、え？あれ？あれ？うさぎ？あれ？うさぎは？あれ？うさぎどこ行った？あれ？やばい、うさぎいなくなっちゃった。あら？うさぎどこ行ったの？え？やば。ちょっとカフェに置いておくか。置いておくかっていうなんか言い方もあれだけど。ね。え、なんかいなくなっちゃったよ、うさぎ。せっかく。ねえ、うさぎ。連れてきたのに。あら、なんかショックなんだけど。せっかくもうさ、カフェここにあるんだから。もう夜中の2時よ。すごいね。さあ、来たか？あ、来てる来てる来てる。あ？うさぎ？あれ今うさぎいた？あ、うさぎ、うさぎいたわ。よかったよかった。待って、じゃあ、この子たちさ、もう、ここに入れちゃおうよ。あ、来た来た来た。うわ、すごい。なにこの、異色なメンツ。面白い。君たち面白いね。うん。さあ、これで、カフェに行って。カフェに行ってでいいのかな？ちょっと待ってね。ああ、座るな、座るな。はい。どう？これで住み着いてくれんかな？持ち上げる。はい。あ、間違った、間違った、間違った。間違ったよ。これ自由に遊んでは何なんだろうね。カフェに行って。これでいいんかな？あ、あ、うさぎ登ってるわ。あなたはちょっと私と、ついてきて、私に。はい。じゃあ行ってくるか、とりあえず。よし。これで？ついては来ないよね。うん。あー、住み着いてくれたかもしんない。どうしよう、帰ってきていなくなってたら。脱走するんかな？どうなんだろうね。まあいいや。とりあえず行こうか。どっちだっけ？あっちか。さあ。さあ、ここだ。行こうか。この、あ、ここだな。この上だね。丘の上ってここかな。さあ、もう朝が来るよ。夜が明けるよ。ここだね。いいね、いいね、いいね。走り方よ。走り方。すごいな、すごいとこ来たな。うわぁ！見て、これ。桜。桜。夜桜。いや、綺麗だな、おい。ここ、あれ、朝になったら、ねえ、綺麗。うわ、すーごい、海。すごいね。なんかもう、新海誠さんの監督ってなんだよ。新海誠監督の、ね、映画の世界みたい。あー、すごいわ。これ、落ちたらどうなんだろう。やばいな。さあ、お、なんか光ってる。あ、ホタル。綺麗。すごいなあ。あー、いや、ずいぶんすごいとこに住んでるね。オータム。うわ、え、めっちゃ綺麗なんだけど。やばくないこれ。めっちゃくちゃ綺麗。なーに、オータム。すんごいとこ住んでんじゃん、オータム。なにこれ。うわ、魔法の世界、すごいな。ちょっと。すごいな。いいんかこれ入って勝手に。あ、来た。よいしょ。ちょっとズームします。
はい。え？オータムですか？あ、オータム！女の子だったんだ、オータム。勝手に男の子かと思ってた。こんにちは、旅人さん。私のお店へようこそ。ここではパワフル、カラフル、ワンダフルなポーションを売ってるのよ。私はポータム。あ、ポータムじゃねえや。オータムだ。え？オータム。私の名前はオータムよ。うん。はぁ、ごめんなさい。今はポーションはないのよ。私の猫のチャーがいなくなってから、ポーション作りが全く手につかないの。猫探そうか？まあ、助かるわ。チャーは、街の中心部に行ったのではないかと思うの。この前は服屋さんの服の山の中で見つけたんだけど、今日はいなかったの。でも、またその、またその店から探してみるといいかも。え？オータム？なになになに？緑の目をした黒猫のチャーを探す。最後に街の中心部にいたよ。え？黒ね、え？まさか。あんたチャーじゃないよね。緑色の目って言ってたもんね。これ緑じゃないよね。え？待って待って。嘘でしょ。え？これチャーじゃないよ。待って、一回話しかけてね。こんにちは、旅人さん。あー、これじゃないっぽいね。ん？この子？え、待って。この子一旦、これで話す。ああ、なんでもない。特に違うね。ああ、違う。びっくりした。この子かと思った。オータムス。全然、あれ？このカラス、ん？うちのカラスじゃないよね、これね。あれ？この子、ん？この子、うちの子じゃないよね。すごいな。だから持ち方がすごいな。おいおいおい。疲れとんぞ、おい。ああ、すっごい嫌われてないこれ。あ、痛い。いや。痛い。いや、ちょっとグロいね。お、朝来たよ。朝が来ましたよ、皆さん。おー、さて、緑の目をした。多分この猫を助けると、あれかな、山崩れの方法を教えてくれんかな。うん。え、どこにいたって？最後に町の中心部。町の中心部って言われてもね。新しい朝が来た。なんて書いてあった今。なんか新しい一日か。さあ、来た、この音楽。いや、いいね。新しい一日始まるね。また。うん。さあ、寝てないけど大丈夫かな、ラムコは。街の中心部に、緑色の目をした黒猫と。さて、こういうダンジョンもあると。なんだ、今の。なんだ、どうした。怖い。ちょっとバグってるね。中心部、街の中心部ってどこ？すごいな、いいな、いろんなとこ行けるね、まだ、全然。さあ、どこだ？街の中心部？多分、ここだよね。このこと言ってんだよね、多分ね。ここ街っぽいもんね。さあ、じゃあ行ってみよう。わー、朝来ました。明るくなったよ。うわー、素晴らしいね、このゲーム。この子じゃないよね。緑じゃないもんね、目。多分もっとはっきりと分かる緑してるんだろうね、多分ね。あ、待って、僕さ、一回雨降ってきた。天気雨かな？僕一回さ、さっき見つけなかったっけ？なんか、あれ？黒猫いた？みたいな。すごい、動いてる。え？ご近所同士喋ってんのかな？これすごいね。そういうわけじゃなかった。こんな人が、こんな顔だっけ？この人。あれ？こんな顔だったっけ？あら、二人して、困ってる。うん、同じポーズ。同じポーズしてる。はい。なんや。どっちか。あ、なんかさ、この辺で見た気がすんだよね。そう、あそこと、横切ったんだよ。よいしょ。あ、やばい。大丈夫、ちょっと。怖いな。バグるのが怖いな。さあ、黒猫見なかったかしら？誰か。あ、すごい！やってる。なんだっけ？もう名前がいっぱい登場人物出てきて名前がわかんないけど。え？
ブロッサム、おはよう、ハルカスさん。何か困ってない？元気？この前は、きちんと話をする時間がなくてごめんね。新しい町の住民には、育てた、庭で育てたお花をプレゼントしているの。お花を育てたことある？うん、お花は大好きよ。あまり育てたことはないの。お花は好きだけど、お花は大好きよ。よかった。花好きな人が増えて嬉しいわ。ほら、これをあげる。ぜひカフェに飾ってみて。明るい気持ちになると思うわ。じゃあまたね、いつでも遊びに来て。ありがとう、ブロッサム。春風ちゃんって誰？カラスね。ついてきてるんだ。サニー、最近どう？何か困ってない？ねえ、ちょっと聞いてよ。もうすぐ私とブロッサムの記念日なんだ。もう付き合って4年、4年なの？え？何これ？え？付き合って4年？あー、そうなの？すごく素敵な毎日で、うふふ。あ、それでね、あなたも知っている通り、私たちは猫カフェで出会ったから、そこで記念日のデートがしたいんだ。特別な日にぴったりでね、ちょっとだけカフェの飾り付けもしてくれたらもっと素敵になると思うんだ。記念日までにお花をデザインした家具を用意してくれない？あなたもブロッサムが花好きだって知ってるでしょ？いいよ。サンキュー。今からすごく楽しみだ。猫、お菓子、お花の家具。今夜は完璧にお祝いができそう。え、今夜なの？ちょっと待って待って待って。いろんなことありすぎね。待って。今夜までに花を飾りつけなきゃいけないの？なんかさ、いる？あれさ、なんかいる？あ、あれじゃないの？これ。黒猫。ねえ、いるよね？上に。あれ、上どうやって行くの？え、いるいる。ここだ。入れない。入れないだと？え、待って。ちょっといろんなことありすぎん？あ、ここだ。いた。これでしょ。この子でしょ。違う。来た。違う？緑の目してる。緑の目してる。チャーだっけ名前。チャー、こんなとこにいたのか、チャー。さあ、じゃあ連れて行こうか。チャーを連れて行こう。ねえ、あのボトルだ。あのボトルの家。あ、いいね。目立って分かりやすい。あっちだ。さあ、じゃあ連れて行こうか、チャーを。チャー、なんでこんなとこにいるの、ほんとに。ポーション作れないじゃないの。オータムが。ねえ。さあ、行こうか。今日はずっと雨かな、一日。ねえ、まあ。天気はいいからね。うわ、すごいな、天気いいね。うわ。綺麗。ちょ、季節わかんないよね、これね。なんか、紅葉もあるし、桜もあるし。あ、これ四季全部あるってこと？雪もあんのかな、どっかに。すごいね。やっぱ魔法の世界だから。すごいわ。あ、雪あんじゃん、やっぱり。ほら、すごい、四季全部ある。春、夏、秋、冬。すごいね。さあ、チャー連れてきたよ。よいしょ。はい。来た。オータム、こんにちは。旅人さん、近いな。この子がチャーじゃない？うわ、こんなに早く見つけてくれるなんて思ってもいなかったわ。何かお礼はできないかしら。あ、来た。山崩れはどうにかできないか。できない？どっちも同じ。それは難問ね。でも、また山にも行きたいわね。あそこに私のお得意様がいるもの。スノーベル山の温泉に住んでいるルミが、いつもハーブ湯に使うポーションを頼んでくれるのよ。でも、岩を崩すようなポーションなんて使ったことがないわ。ちょっと考えさせて。いや、これは悩むな。どうしようかな。いやー、困った。でも、チャー連れてきてくれたしな、この人。協力はしたいが。そうだわ。また明日来てくれない？それまでには何か用意しておくわ。来た、明日だって。オッケー、ありがとう。ってことは、あ、プラス200。なにこれ。どういうこと。あ、待って、うちのカフェ来てくれたんじゃね？何も用意してないけど大丈夫？お菓子一個だけ作ったんだよね、確か前回ね。眠って翌日にオータムの店へ戻る。ほう。あれ？待って、あの子たちの記念日いいのかな？ブロッサムとサニーだっけ？いいのかな？でもね、せっかく今夜、楽しみにしてるって言ってたから。飾り付けしたいよね。そう。じゃあ今日はお花屋さん、今日、夜になるまで、
やって終わろうか。で、次の日、まあ、次回ね、オータムのとこに戻って、山崩れ早速ね、やっていこうかなと思います。とりあえず今日は、はい、これから飾り付けかな？店の。飾り付けっていうのかな？あのね、お花。お花もらったしね、飾ればいい。家具を買えばいいんか、じゃあ。1200円あるしね。買ってみようか、どっかで。お店。お花屋さん、お花屋さんでお花買えばいいんじゃない？ね。おいくらぐらいするんだろう。おー、やってるやってる。ポピー。はい、ポピー。かわいいね。今日はどうしたんだよ、お嬢さん。何か困ってない。何を売ってるの？お、あ、こうやって見るのね。はい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 。シンプルなガーデンテーブル。お花の椅子。あ、お花の椅子いいんじゃない？お花の椅子。買う。OK。お花の椅子。フルーツのローテーブル。なんかお花の家具とかって言ってたもんね。はい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 。さあ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 。で、料理も作るか。料理っていうの？あ、なになに？なんか寝てるね。え？なんのこれ？あ、猫が寝てんのこれ。さあさあさあ。あれ、娘さんどこ行ったんだろうね。うん、まあいいや。家具よ。もう脱線しまくってる、マジさっきから。あ、ここか？これなんだ、ここ。何ですか？ここが、違う、山崩れじゃないね。ここ何なんだろうね。すごい。あ、待って。やばい。やばい。めっちゃ行きたいんだけど、何そこ。そこ何？やばい。めっちゃ行きたい。でもまだ全然先だろうね。うわぁ、楽しみ。楽しみすぎる。オリバー。いや、かわいいな。ヘアゴム。リモコン式ネズミ。あ、おもちゃか、これ基本全部。そういうことなんか。猫のおもちゃってことかな。ねえ、ちょっと買ってあげたいけど。今はお花優先だな。ちょっと待ってね。あ、来た。これ基本店には入れないのかな。あ、入れるわ。え、すごい。なに。ショップ、マイ。あー、すごい。鹿の尻尾ふすごい。え、待って。猫耳とかあるよ。50円安いな。え、ちょっと待って、これ、買う買っちゃおうか。猫耳これで何？猫耳つけれるの？え、どうやって、ジャンプ。あ、キャラクターか。あ、来た。え、違う？服。あ、あった。あ、かわいい。え、できた。頭だったんだ。来た、猫耳。かわいい。ラムコが猫耳つけました。かわいい。オッケー、いいね。で、家具。ダーリン。今ちょっといい？マイヤのヒートランプ？今すぐヒートランプが必要なの？それは彼女が世話していた袋の避難のためかしら？うん、ランプの調子が悪いんだって。あー！あれね。はい。それは大変ね。ちょうど店にいいランプがあるわ。絶対に壊れたりしないから安心して。ほら、これよ。お題のことは後でマイヤーに話すから気にしないで。早く持って行ってあげなさい。ありがとう、エステル。おお。あ、進んだ、なんか。はい。なるほどね。ダーリン、会えて嬉しいよ。ダーリン。待ってよ。何を売ってるの？お！ここは、あー、家具ね。はい。あ、クロワッサンのレシピある。いいね。でも家具がない。お花の家具がないな。まあいい。え、とりあえず、え、待って、ちょっと。待って、これだけやらして、じゃあ、ヒートランプだけやらして。やばいな。時間が。いや、これでも永遠にやっちゃう、このゲーム。あー、すごいわ。さあ、来たよ。ヒナのね。ヒナのために。まあいいや。こんにちは。できたよ。ねえ、ヒートランプ買ってきてくれた？ちょうどよかった。またランプが消えて困ってたの。まだ、卵は帰りそうにないの。でも新しいランプをつければすぐに暖かくなると思う。もうすぐヒナたちは会えるんだね。生まれた後も、しばらくヒートランプが必要なの。ランプがなかったら死んでしまったかもしれない。でも、もう安心ね。本当にありがとう。
オーケー、よかったよかった。ということで、あんまり話しかけるとまた次のなんか頼まれちゃうから、一旦ここで終わって、で、お花これ飾ればいいんかな、とりあえず。もう夜になっちゃうからね。うん、とりあえず、カフェ戻って、お花の家具取り付けてみようか。どこだっけ、うちのカフェ。そっか、話しかけたから、うちのカフェに来てくれたんだね、多分ね。なんか最初の方に言ってた気がする。いろんな街の人に声かけるとカフェ遊びに来てくれるかもよみたいな話してたもんね、ギバッちゃんが。さあ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 、あらららららら、誰だ、え、なに、なになに、どう、ちょ、待って待って待って、なになになに、みんなしてどうしたどうしたどうした、ちょ、めっちゃ気になるんだけど、どうしたの3人して、え、ちょ、何してんの最近の、あ、サニーね、デートの日までにお花のデザインの家具は買えそう？いつなの？え、今夜だよね？デート違うんか？何？ 3 人なんかどういうこと？今何だったの？今の面白い。今の何だったの？てかもう夕方か、早くしないとね。設置したらなんか、設置して話しかければまたなんか展開あるんかな。さてさてさて、まあいいね、歌詞歌入りで、お、いるいる、カラスいるわ。待って、他の子たちはいる、ちゃんと。あれあれ、待って待って待って、いなくね、あ、あ、いたいたいた、いたけど、あれ、ウサギは、あ、あ、いる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 、いたいた、よかったよかった、みんないるわ。オーケー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 、いいね。じゃあタグ、家具。あ、クエストあるんだ。来た来た。はい、カフェにお花の家具を置く。あー、なるほどね。ここでわかるんだ。ブロッサムがくれたカフェの回転祝いを飾ろう。ブロッサムからのプレゼントをカフェに置く。待って待って待って。なるほどね。どうやって置くん、家具。家具。家具はどうやって置くんですか。あー、こうか。お花。あ、壁飾りなんだ。なるほどね。壁だ、これ。壁につけるんだ。めり込んじゃう。難しいな。あ、いいね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 。こういうことか。はい、はい、はい。なるほどね。これ、二つ買った方がよかったね。二人分、買えばよかったなって思った。あ、とりあえず、あ、待って、わかった。お花テーブルあるよね。あ、そうそうそう。いいね、いいね、いいね。あ、いい、いい、いい。これ喜んでくれるでしょ。ねえ。まあ、二人、あ、やっぱ、いやー、欲しいね。椅子もう一個。椅子欲しいわ。壁飾りもう一個ある。ってことは、あ、いいね。いいね。さあ、いいんじゃないの。どう？これで喜んでくれんじゃない？待って。椅子。ちょっとこれ代用。二人来てくれるかな？オッケー。これで話しかけに行けばいいかな？さあ、なんか重いぞ。大丈夫か？オッケー、サニーのとこ行ってみようか。何時？今6時半ぐらいかな。さあ、どっちだっけ？こっちかな？最近どう？何か困ってない？なんだなんだ？あれ？何もないね。ん？こんばんは、はるかず。はるかずさんだよ。できたよ。あ、来た。さっきカフェに行ったとき、私があげたお花飾ってあったわ。気に入ってもらえたのね。いつでも来てね。え？それだけ？私は困ってないけど、あなたは元気？この街での生活はどう？すごく気に入ったわ。すごく気に入った、本当に。私は新しい島に引っ越してきて、暮らすなんて考えられないな。あなたはとっても勇気があるのね。私は花たちみたいにしっかりこの島に根を張っているから、どこにも行かないと思うわ。ねえ、疲れた時は私の庭に遊びに来て。私たちはよく悩みを聞いてくれるの。花たちは。私とサニーはお菓子を用意してお茶会を開くこともあるの。友達を作りたいなら今度のお茶会においでよ。お茶会なんて素敵ね。あなたとサニーって仲がいいのね。いつもカフェからお気に入りのお菓子を持ち寄っていたの。そうだ、お菓子って言えばあなたの
おばさんもすごく美味しいロールケーキを作っていたのよ。前はよく一度にたくさん買っていたわ。おばさんがカフェを閉店した時そのレシピをくれたの。家で作ってみたけどうまく焼けなかったのよね。材料を混ぜてポンって簡単に作れると思っていたけど、ガーデニングの腕はお菓子作りに役立たなかったみたい。だからまたカフェがオープンしてくれて嬉しいの。今度ロールケーキ焼いてみるね。これがレシピよ。ロールケーキを作ったらすぐに教えてね。試食してあげる。あーなるほど、こうやってレシピをもらったと。あ、ランドじゃなんか特別来てくれるわけじゃないんだ。もう来たみたいだねうちのカフェに2人の記念日成功したんかな。どうなんだろうね。サニー何も言ってくんないんだよ。サニーどうしたサニーん、まあいいや。記念日デート、今夜は記念日のデート。朝になったらサニーに話しかけてみよう。だって朝だってさ。なんだ、じゃあちょっと今日はここまでにしようか。やりすぎた今日。やばい、のんびりやりすぎたね。うわ、そういうことか。なるほどなるほど。じゃあ、うん、次回にする次回はあれね、オータムのとこに行って山崩れの解決方法と、ブロッサムサニー、うん、サニーだね、サニーに話しかける、うん、で記念日のデートがどの頃だから、うん、じゃあ次回やってくわ。いや癒されるね。とりあえずカフェに戻ります。待って、かわいい、来た、アライグマじゃん。うわ、かわいい、アライグマだ。うわうわうわ、めっちゃかわいい。マジで、うーわ、やったぜ。あ、寝てるね、やっぱりグーグー寝てるね。あ、お花屋さん、あ、ポピーはいるんだ。ポピー頑張るね。娘さんずっと寝てるけど大丈夫。あった、そう、椅子買ってあげようと思ってね。お花の椅子、オッケーでいいかな、とりあえず。うん、あ、間違えた。どうどう、いいんじゃないねえ、いいよね。あ、いいいいいい、オッケーオッケー。サニーとブロッサムのね、特別な記念日を祝うね、席用意できたわ。オッケー、じゃあ今日はここまでにしよう。もう10時半だ、夜の。うん、このゲームの中でね。うん、さあ、あ、いい、いいじゃん、いいじゃん、ねえ。あ、待って待って、そういえば。そう、いた、待って。アライグマね。アライグマちゃん、ちょっと待って。この子さ、この子も、カフェに行って、オッケー！さあ、じゃあ今日はここまでしよう！はーい、ということで、あ、日付変わるね。変わるよ。あ、変わっちゃう。変わらないと。変わらなかったわ。はい、ということで、まあ、さっき言った通り、次回は、サニーに話しかけて、そしてね、山崩れ、の、打開策を聞きに行きたいと思います。オータムのとこでね。はい、皆さん最後までご視聴していただきありがとうございました。長々とねちょっとやっちゃったけど、あ、いやでものんびりいいゲームですわ。このゲームすごいわ。みんなもやってみてね。うん、そしてぜひね、やっぱいいね、魔法の国いいねって思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、うわ、かわいい、アライグマ奥でかわいい。さあ、動物までだんだん増えてきてね、めちゃくちゃ。もう猫カフェっていうよりもなんか、動物カフェ、になっちゃったけども、カラスもいるしね、まあ、はい。そんな感じで、のんびりやっていきたいと思います、これからも。はい。でね、概要欄にいろいろ貼っておくので、はい。前回までの動画とか、再生リストとか、いろいろね、貼っておくので、ぜひそちらから見てみてください。はい。最後までご視聴していただきありがとうございました。それでは次回のカリコでお会いいたしましょう。皆さん、良い夢を。